白山丸は日本郵船が保有した貨客船である。欧州航路向けの優秀船として1923年に竣工した。第二次世界大戦期には日本海軍に徴用され特設艦船として危険な任務に従事。二度の損傷に耐えながら戦争後半まで残存したが、1944年6月にサイパン島から疎開する。 民間人多数を乗せて航行中、アメリカ海軍潜水艦により撃沈された。船名由来は白山姫神社。白山丸は H 型と通称される箱根丸型客船4隻の最終船として、三菱造船株式会社長崎造船所で寄港された。H 型は第一次世界大戦で戦没した平野丸等の大船として、 日本郵船の欧州航路用に設計された船であるが、本船は浸水時点で日本郵船が船手でなく長崎造船所のストックボート扱いであった。1923年9月20日に竣工した。本船を含む日本郵船や一型は欧州航路向けの優秀船であり、日本の欧州航路にとって画期的な性能を有した。デザインは 大正時代の船らしい古典的な姿で、中央に高い一本煙突、前後の甲板に一本ずつのマストが立っている。ヨーロッパ各国の客船に比べると小型であったが、日本を代表するという立場から、内装は豪華な設備が施されていた。竣工した白山丸は命令航路である横浜イコールロンドン航路に就航した。途中帰港地は、 神戸港、上海、香港、シンガポール、コロンボ、ポートサイド、マルセイユなどとなっている。1924年1月には、フランスで死去した、北白川宮重久王の遺体を、王妃のふさこない親王と共に、日本へ運んで話題になった。新型の、テルクニマルと、ヤスクニマルが竣工した後も、共に、同航路での航海を続けた。 第二次世界大戦が勃発してもロンドン航路の運航は継続されたが、バトルオブ・ブリーテン開始など情勢悪化のため、1940年6月には目的地をリバプールに変更して日本への帰国者を収容している。最終的に白山丸は同年9月に日本海軍に徴用され、同年10月をもってロンドン航路も運休となった。 1940年9月17日付で日本海軍に徴用された白山丸は佐世保鎮ュ府所管の特設校、務官となった。占領地の港湾設備を整えることが主任務で選手と船尾に砲座を設け、戦争の一部を弾薬庫に改装するなど所要の工事を受けている。最終時には水中調音機も装備されていた。 太平洋戦争開始後の1942年3月10日に特設運送船へ類別を変更された。なお、姉妹船のうち、箱崎丸も同様に特設港、務官として徴用されている。白山丸は1942年6月にアリューシャン作戦に投入され、海軍陸戦隊を輸送して6月8日のキスカ島、無欠上陸に参加した。 その後は、日本軍占領地への人員、物資の補給任務に従事した。1943年10月17日には、東京丸と共に駆逐艦、白露の護衛下で、トラック島からラバウルに人員を呼び、建築資材や食料を輸送中、ニューアイルランド島カビエンの北北西70海里付近において、アメリカ陸軍航空軍の B-24、爆撃機による爆撃と、 機銃装射を受けて、炎上、船長以下36人が戦死した。翌10月18日に、ラバウルへたどり着いて、応急修理を開始したが、11月2日にも、アメリカ陸軍航空軍の B-25 爆撃機、P-38 戦闘機による、ラバウル空襲に巻き込まれた。 左限に爆弾が命中、煙突などを損傷して、乗員二人と作業中の行員多数が戦死した。この時も沈没は、免れて、応急修理され、吉明丸と、第5日の丸から49人の乗員補充を受けた。あと、アメリカ軍哨戒機の空襲を撃退しつつ、1944年1月29日に、大阪港へ帰還した。 白山丸の最後の航海となったのは、日本からサイパンへの往復のットであった。当時、サイパンには、アメリカ軍の侵攻が迫っており、防備強化と居留民の本土引上げが進められていた。1944年5月3日に、大阪を出港した、白山丸は、三池港によって、石炭を積み取った後、横須賀港で、サイパンへ向かう増援部隊600人と、 軍需物資を満載した。第3515戦団に加入し、5月17日に立山沖を出撃、同月25日に無事にサイパンへ到着した。キットは、第4530戦団に組み込まれて、サイパンから日本本土へ向かう軍人、軍属計71人と、本土疎開する民間人375人が乗船した。 民間人のほとんどは女性と子供で特に11歳以下の子供が190人も含まれていた。他に空方つむり27トンと上げ残しの石炭265トンを積み荷としている。第4530戦団は5月31日の朝にサイパンを出発した。加入輸送船の中で最優秀だった白山丸は基準船として 戦団の戦頭中央に位置した。最初は北西へのぎまやかし航路を進み、途中から北に進路を変えたが、アメリカ潜水艦の待ち伏せを受けてしまった。6月2日午後10時頃、浮上したアメリカ潜水艦、シャークが、戦団左方から魚雷を発射、本船の左隣に位置していた、千代丸に2発が命中し、炎上沈没した。白山丸は回答して逃れた。 6月4日未明の午前4時5分頃、北緯22度37分、統計136度50分。アメリカ側記録によれば、北緯22度45分、統計136度50分の地点で、アメリカ潜水艦、フライヤーの雷撃を受け、魚雷一発が、左舷に命中した。2番戦争と3番戦争の中間に命中した。 ことから両戦争へ急速に浸水が進み、午前4時10分には、総員退去が発令された。女性と子供を優先的に救命艇で避難させようとしたが、ダビットによる降下作業がうまくいかず、一石を除いて、本船と共に沈没してしまった。ひかから約10分後、白山丸は、船首を直立した状態で沈没した。 第12号解剖艦など4隻が救助作業に当たったが収容できたのは乗船者のうち約半数である320人にとどまり民間人276人を含む324人が死亡した。沈没までの時間の短さと女性や子供の多さが犠牲を大きくしたものと推定されている。加入輸送船は白山丸、貧困丸、日本海丸、 大役模様丸、栄光丸、霊界丸、金州丸、夏川丸、東方丸、清見丸、民東丸、千代丸。護衛艦は、駆逐艦、旗風、解剖艦、三倉、道、三宅、第16号解剖艦、不設艇、佐島、第20号爽伊定第48号苦戦艇及び、特設防戦模艇第2号コア丸。指揮官は、 第五護衛船団司令官の吉富説三少将船団名は、横須賀守府の護送船団への命名規則に基づくもので、線の位の3は、横須賀、トラック、島間航路の下り方面を、下3桁は5月15日出航を意味する。加入輸送船は、白山丸、ひ山丸、大役模様丸、栄光丸、夏川丸、春千丸、開港丸、 白丸護衛艦は、大路と同じ、旗風と、佐島、第20号総会艇のほか第12号解剖艦及び、特設区選定、第2分丸。駒宮は、匠南丸も、護衛艦に挙げている。指揮官は、大路と同じ吉富少将。戦団名は、千の位の4は、横須賀、トラック、島間航路の上り方面を。 下3桁は5月30日出港を意味する。ありがとうございます。